まあ、花さんからね、いただいてる、お問い合わせです。ありがとうございます。ですね、続々とおすすめのツールをプリント中ですということなんですけど、機能ストレージボックスを PUA でプリントしました。六角レンチを収納するだろう箇所にはめ込んだところ爪割れましたと。これは使用しているフィラメントが脆いからなのか、PLA 以外でプリントすべきなのかどちらでしょうかと。ちなみにオーバーチュアの PLA ですということですね。ペット G と ASA を買ってたってことですかね。それで、PLA を買い足しましたということで、ストレージボックスを PLA でね、プリントしたところが爪割れちゃったということですね。フィラメントの選び方についてもぜひいろいろ教えてくださいということで、まあ、本題はフィラメントの選び方かなっていうところで、今日はそこまで喋れればいいかなと思ってるんですけど、まあ、このいただいた質問の中には2つポイントありますよね。まずね、その、爪が折れましたっていうところですよね。そこのね、ちょっと解説をちょっとしていこうと思います。ですね、これが、プルサスライサーですね。まあ、例によってスライサーの解説になっちゃうんですけど、これがですね、僕が作ったストレージボックスですね。ストレージボックスです。これプルサミニングで、底面に、入れるやつなんですけど、ちょっとカメラ変えるとですね、今ね、ここ、プルサミニのね、本体があると思うんですけど、このね、下、ここです。ここにですね、こうやっていろいろね、入れられるボックスがあるんですね。ボックスがあるというか、このね、デッドスペースを使えるっていうことでですね、非常に僕はこれ重宝しているというか、いつもいい、重宝ね、してるんですけども、まあ、ここのね、六角レンチを入れる、これをこうはめ込むね、爪みたいなのがあるんですけど、まあ、これが割れちゃいましたっていうところですよね、今日のね。で、これ、ここですよね、多分ね。爪が割れる部分って、これだと思うんですね。ここ。ちょっとわかりますかね、これ。こう画面がね、ちょっと配信の画面がちょっと見づらいかもしれないんですけど、ちょっと我慢して。この辺とかね、あとはこの辺が割れちゃったのかなと思います。あと、こことかね。で、これがその PLA だからなのか、みたいなところだったりとかですね。まあ、これをこう、割れないようにするっていう方法ってあるのかな、みたいなところで、まあ、質問をね、いただいたんだと思うんで、ちょっとね、これを、題材にですね、いろいろやっていきたいと、喋っていきたいと思います。まずですね、残念なことに、積層方向の力にはとても弱いです。ですね、この積層していきますよね。この一列一列ずつ、こうやってこう、まあ、下からこうやってこう、積み上げていくわけですけども、例えばですね、ここは弱いですよね、非常に。こういうとこ、わかりますかね？こういうとこはね、やっぱ折れます。折れますっていうのが結論、最初に言っちゃうとちょっと芸がないんですけど、身も蓋もないんですけどね。作り方によってはね、やっぱこういうところが非常に折れやすいです。これはね、しょうがないですね。積層方向に、やっぱね、3D プリンターで作ったものって割れやすいんですよ。で、これはね、もう宿命だと僕はもう思っていて、例えばですけども、こういうのを、作ってます。これね、プルサミニのね、こう、Z 軸の上に出して、つけてですね、フィラメントをね、送り出すリールをね、フィラメントのね、スプールを、こう固定するためのね、こう回転する、こうね、くるくる回転するためのこういうやつなんですけど、これはですね、中に補強を入れてるので、金属のね、ボルト入れてるんで、今これガッてやって折れるかって言ったら折れないんですけど、少なくとも、これこう積み上げていってますよね。こう積み上げていってるので、この方向、こういう力がかかるとね、折れます。どうしても。これはね、その積層方向に弱いので、無理やりね、こう、あってこう力入れれば折れるし、あとはこういうね、ちょっとこう、これはなんかオブジェクトちょっとあれですけど、まあ、でも横からの衝撃ですね。こういう衝撃だったりとか、なんか落とした拍子に角にこう、ポンってぶつかっちゃったりすると、やっぱりね、そこから割れていきます。で、これはね、僕ヨーヨーのボディをね、昔、オフストリングっていうジャンルのヨーヨーのプレイがあるんですけど、そのね、ためのボディをやっぱり作っていったときに、積層面から割れる。つまり、こう、バリッとね、こう割れていくっていうのがやっぱりあって、これどうにかなんないかなってずっと思ってたんですけど、どうにもなりません。これはね、しょうがない。で、さらに言うと、光造形機もやっぱりね、積層方向に割れます。光造形機だったらなんかこう、細かいし、密度高いかなって思われがちなんですけど、割れるときはね、やっぱり積層で割れていく感じがするので、やっぱりね、これはもう 3D プリンターにおいてはどうしようもないかなっていうふうに思います。で、これはね、
そういうふうに割れてしまうから、悪いとかね、いいとかって話ではなくって、僕らがやっぱ 3D プリンター、スクラスメ、FDM、光造形機、やっぱりまあ、そうですね、20万円を切るような自宅でね、運用するのが前提のようなマシンを使ってる人はですね、それを考慮に入れた設計をするべきっていうことなので、こういうプリントしたら割れるから、ここはこういうふうにしなきゃいけないよなっていうのを、やっぱり、設計の段階でやっとくっていう必要があるなぁと、僕は常々思っていてですね。まずですね、ボンディングって言ったりします。このね、面、層とね、層のこの、一層ずつ積み上げていきますね。この間をね、いかにね、くっつけるかっていう、その概念っていうか、ね、考え方をボンディングって言ったりします。カタカナで、ね、ボンドに ING つけてボンディングですよね。で、ここをね、しっかりできていれば、少なくともすぐには割れない、割れづらいオブジェクトを作ることはできると思っていて、今日はね、そのポイントをちょっと説明していきます。ここかな？ここですね。はい。だからね、ここから割れちゃうのはね、もうしょうがないです。これはっきり言って。こういう設計になってるからね。ここに無理やり力を入れるとバキって割れるっていうのはもうしょうがなくてですね。プリント設定で、ボンディングをね、うまくやっていくっていうことだと僕は思っていて。まずですね、この、プリント設定に行って、レイヤーと外周っていうところから、この外周っていうのが弱い、値が小さいとね、割れやすくなります。例えば。今ね、一周にしました。ループ、外側のループをね、何周作るかって話なんですけど、ここね。これ、一周になってるの分かります？さっきと違って。最外周のみですよね。こうなってるとですね、当然その、積層と積層、積層の面と面をね、一層ずつ積み上げる力が弱いので、やっぱりどうしても折れやすくなってしまいます。で、これを例えばですね、僕は常にね、大体外周3でいつもやるんですけど、こんな感じでやるとですね、この外側の1個目と、黄色の外周とですね、ギャップフィル 1枚入ってますよね。ここがですね、こんな感じで、埋まってますよね、埋まってます。なのでこれは結構強い方かなというふうに思っていて、ただこれもね、やり方にはいろいろあるんで、一つじゃないんですけど、例えばね、この外周というのを、太くしていくとですね、それに合ったスライスが行われますので、それをね、サクっていくというところで、僕は大体いつも3周でやってることが多いですね。はい。で、次にですね、外周をいじっていくっていうところとかですね、あとはね、必要に応じて外周を追加とかね、この辺、薄壁を検知とかね、この辺をすると若干、スライスが変わったりするので、ちょっとね、ポチポチしながらですね、自分が作りたいオブジェクトに合わせて、スライスがどう変化するかっていうのを見ていくとね、いいと思います。今回は残念ながら、ここのシェイプにはあんまり関係がなさそうですね。ちょっと関係がなさそうなので、外してしまいましょう。積層ピッチは細かい方がいいかなとは思いますけどね。これ今 0.25 にしちゃってますけど、まあ、0.2 とかでね、やるのがちょうどいいのかなと思います。で、次、インフィルですね。これね、当然なことながらですね、スカスカにすると当然スカスカになります。例えば 10% でね、これ作っていくとどうなるかな。あ、ここにはあんまり影響がないんですね。あ、でも、この辺ちょっと見てください。ここ。外周を3にしているので、ちゃんとこう、壁がね、ループが3できてるんですけど、中身がスカスカというね、こういう、部分がね、スカスカになっちゃってますよね。まあ、こういう状態だとね、やっぱり積層面は割れやすいですね。非常に割れやすくなっちゃいますね。これは例えばですね、ここで50とかに変えると、埋まりますのでね、若干ですが、埋まってますよね。さっきよりは埋まってますよね。だこうした方が、強いオブジェクトにはなります。こうした方が強いオブジェクトにはなります。という感じですかね。100% にしてもいいんですけどね。100% にすると結構ガッチリいくと思います。容赦なくね。その隙間にフィラメントが押し込まれるというかね、作れていくので、結構ね、ガッチリしたオブジェクトにはなりますね。はい。はい。だからガッチリ作りたい場合は僕も 100% にすることが多いんですが、やっぱまあ、気持ち的にフィラメントもったいないな、みたいなこともあるんで、あんまり、
そうですね。まあ、ちょっとこのあたりは、ご自身のですね、その、フィラメント使用状況に応じて設定してあげるといいかなと思います。あとこのインフィルのパターンですね。これを今直線的にしてますけど、いろいろ変えるとですね、これもがっちり、していくので、いろいろ変えてみるといいと思います。プルサの STL データをね、ダウンロードできるところから、そのこのね、インフィルのパターン、全16パターンがどういう風に出てくるのかっていうのを、視覚的にね、わかるような、プリントのね、データがあります。で、僕これ一個手元に置いといて、ハニカムだとこう六角形になってたりとか、この中だとわかりづらいのは、ジャイロイドってなんだろうみたいな、思いますよね。ジャイロイドってどういうインフィル構造みたいな、なるじゃないですか。で、これはあるんですよ。ジャイロイドっていうのはね。これね。なんか、網目が、こう、ウニウニっとなって、こう、サポートじゃない、そのインフィルが立ってるっていう感じね。なんか強そうな感じしますよね。はい。ということでね、このデータを、プリントしておくとですね、この、インフィルのパターンっていうのが、わかるようになるので、この今から作ろうとするオブジェクトの、まあ、積層のね、強固にする、強くしたい。だけど、中身 100% じゃなくってもね、強くしたいなって思った時にこのね、ものを見ながらですね、このパターンを考えて、どれぐらい強くなるかなーみたいなことを考えてやるとね、いいので、ちょっとね、これプリントぜひしてみてください。結構これね、フィラメント食うので、プリントするときは気をつけてください。これまあ、いろいろ変えてみるとですね、パターンが変わってきて、強さがね、変わっていきますよっていうことになります。はい。あと、まあ、レングスとかね、インフィルどれぐらいのペースで作りますみたいな話があるんで、まあ、ここはお好みでいいと思います。僕はほとんどここからいじってないですね。インフィルのね、速度を決めるところがあります。インフィル、ソリッドインフィル、トップソリッドインフィルっていうね、ここがね、やっぱり早くしすぎると、その分フィラメントがしっかり乗ったかってくんないので、早すぎるとちょっと脆くなるかなっていうのは個人的に思っています。100はね、僕今これ100にしちゃってますけど、100は早すぎですね。まあ60から70ぐらいだったらまあ適切かなとは思いますけどもね。だからまあゆっくり出してあげるっていうのはね、一つ手段ですね。上級者向けっていう項目に行ってみてください。この中で、例えば僕 0.38 っていうので、これ全部すると綺麗になりますよっていうのを、別の動画で解説してるんですけども、逆に言うと 0.38 だと、フィラメントが若干出てない感じになるので、ボンディングっていうのはあまり期待できない。強い、大きい、硬いオブジェクトというか、中身を 100% で出すようなオブジェクトとかだったらそれでいいんですけど、今回みたいな、なんだな、結構強度が必要なポイントが、いくつかあるんだけど、全体にはなんかこう、スカスカみたいなね、やつにはですね、ここをね、やっぱりまあ 0.4 に戻すということ、それから外周、最外周だけ 0.45 にする。他のところは 0.38 でもいいんだけど、外周、最外周、インフィルだけは、ちょっと多めにするっていうね、そういうスライスをしてあげると、しっかり、積層の間がくっつくことになるので、ここだけね、パラメータを変えるっていうのは一つコツですね。あとね、オーバーラップを上げるといいと思います。オーバーラップのね、聞いてきます。これね、今 25% 重ねますって書いてあるんですけど、これをね、50とかにするとね、結構、聞いてくるので、この辺もね、結構いじってもいいと思いますね。はい。こんなところかな。プリント設定で、気を使っていくポイントとしてはこんなところかなと思います。はい。で、フィラメント設定ですね。そもそもまず PLA っていうのは、かけやすいとか割れやすいですね。あと ABS も強いに言えば割れやすいので、一つね、ポイントとしてはですね、これ僕 PLA カスタムなんですけど、温度をちょっと上げてます。PLA ってだいたい210から215度ぐらいで出してねっていうのは、そういう指示がね、出てる材料が多いんですけど、僕はね、だいたい5度から10度上げて、いつもプリントします。だいたい僕はもう PLA 買ってきたら220度迷いなくね、使ってます。220から下げることもあんまりなくて、逆にその積層ちょっと不安だなっていう時は225ですね。5度ずつ上げてですね、どんな感じになるかなっていうのを試してたりします。あとはですね、射出率っていうのがあって、ここ実は僕いじってるんですけど、0.9 にしちゃってますけど、1.0、それから 1.05 とかにね、これ増やすとですね、フィラメントがちょっと多めに出ていくので、積層がね、より強くなっていくというふうには思いますね。プリント設定のね、そのレイヤーと外周をいじっていく。それからインフィルをね、カスタマイズしていく。それから速度はそうですね、速度と、上級者向けの項目で射出幅っていうね、あたりを、作りたいオブジェクトに合わせてね、作っていく、カスタマイズしていくと、
こういうね、細いところが、綺麗に出てですね、かつ、割れづらいような、ね、感じにもなっていきます。おそらくね、スピードは速い、外周のスピードが速いとね、多分壊れやすいんじゃないかなっていうのは経験上あってですね、僕これちなみに言うとこっち割りました。ここ。これ、このデータね、一応こういう、局面取ってくれてるんですけど、ここからバキッといきましたね。これはね、僕でもやっちゃうので、うん。まあ、そうならないように気をつけましょうっていう感じですかね。はい。結構ね、こういうの配慮されたデータ多いですけどね。まあ、僕も失敗よくやりますよって話でした。まあ、折ったりっていうこともたまにあるけどね。まあ、ちょっとこれは、あれですね。ここの爪が、設計上もう少しここを、こっち側ですかね。ここの面を大きく取ってあげることが必要だったかなって気はしますけどね。まあ、でも、これね、作ってくださった方がですね、無料で公開してくれてますんで、まあ、文句言ってもしょうがないんでね、うまく、綺麗にプリントしてあげましょうという感じでございます。はい。で、究極、こういう向きでプリントすれば割れないよっていうね、ちょっと極端なことを話しますとですね、今までね、スライス散々、話してきて、スライスでやれよって、ことを話してきてね、こうすれば多分割れません。これで出せばですね、割れないですよ。積層方向に対して、割れが起きにくいですよね。これだと。ストレージボックスが、こういう感じで割れることはあっても、こっちから割れることないですよね。わかりますか？僕が言ってること。積層方向が横になるから、これこの状態でひねると多分割れちゃうんですけど、この状態でこう置くことになるから、この横の方向の力にはものすごく強いはずなんですよね。こう、なんていうかな。この力、これをこう押そうと思ったら多分割れないっていうか曲がんないと思うんで、こういう風に出すっていうのも一つ手です。このストレージボックス、割れたくないなって思ったら、この縦に出すっていうのも一つ手段です。サポートを立てるとね、多分 1.34 倍ぐらいに多分なると思いますけどね。ああ、やっぱね、7時間ぐらいになりましたね。これをね、横に出したときは、4時間10分とかでプリントできてましたけども、同じものでもこうやって縦に出そうとするとね、やっぱサポートが必要だったりとかするので、どうしてもね、プリント時間は長くなってしまいます。あ、でもサポートここ立てるだけでいいんだ。まあ優秀ですね、データ的には。ブリッジがあるからね。うん。まあまあ、こうやって作るのも一つ手段ではあります。これも手段ですね。割れないようにするっていう考え方だと、これもありですっていう感じです。はい、花さんからいただいた質問の、まあ回答というかね。まあこれ、前もちょっと言いましたけど、これが正解ってことではないので、試行錯誤して、まあこのデータに合った最適なプリントスライスってこうだよねっていうことを探っていく。で、作ってみる。で、ダメだった。ああ、完成した。よかった。で、また次のプリントに行くって、この繰り返しなのでね、入門というかね、その 3D プリントパーツ7000っていう動画もですね、やっぱりいろんな種類のものをね、作っていくことでですね、やっぱノウハウって自分の中に溜まっていくので、こういうプリントをしたいなと思ったらこういうふうにする、こういうデータプリントしたいなと思ったらこういうふうにするっていう、まあ、行き来をね、していくっていう、そこが大事なので、まあ、その経験値をどんどん積み上げていきましょうね、そういう話でございました。